力をこちらで必ず受けているというような気持ちでやってください。これが例えば、まっすぐならずにですね、例えばこういうふうになってしまうと、こちらにすっと足が浮かれてしまうので、お客さんがここで自分で力をぐっと支えられるんですよ。これすごい大事なところで、しっかりとフラットパワーで押さえてあげるというのはすごい大事です。Mm-hmm.